ニアメは、アフリカ西部の内陸国ニジェールの首都、国内最大の都市で、同国の政治、経済の中心地、ニアメーとも表記する。内陸都市だが、アフリカ大河の一つであるニジェール川中流佐賀に、位置する港湾都市でもある。サハラ砂漠縦断路の終点に当たる物資の集散地で、ある。ニアメのみで、単独の行政区を構成しており、いかなる州にも属さない。地位は、 各州と同等とされる。周辺はティラベリ州に囲まれている。18世紀より小さな集落が存在していたが、本格的に都市として開発されるのはフランスの植民地となってからである。1890年代よりフランスはニアメを植民地統治の拠点の一つとして開発し、1926年にはフランス領西アフリカに属するニジェールの成長が置かれた。 1960年のニジェール独立に伴い、その首都となった。1998年までは、ティラベリ州に属する都市だった。独立後も発展を続け、2005年にはフランス語圏、競技大会の開催都市となった。2017年の雨季には、3ヶ月に及ぶ、長雨のためにジェール川が氾濫、1万千棟以上の住宅が浸水するなどの被害が出た。 雨季が6月末から8月中旬にかけてのおよそ1ヶ月半なのに対し、寒季は10月中旬から4月にかけての約7ヶ月と長く、寒季の間は雨がほぼ降らない日が続く。ニアメはサハラ砂漠に飲み込まれる危険性が高く、ニジェール政府をはじめ国際機関が緑化運動に力を入れている。市内は5つのコミューンに分かれ、 各コミューンはさらに複数の区域で構成される。ンは、民選の市長及び、株行政機関を持つ。ニアメのコミューン大モスクから見たニアメ市外産業はまだ、発展途上の段階にあり、高度とは言えない。農業では、ピーナッツや雑穀が栽培されるほか、蛍光業として、レンガ、セラミック製品、セメント、繊維製品が生産されている。ニジェール各地で栽培される。 農産物の集産地でもあり、市内には大規模なマーケットが複数存在する。1960年のニジェール独立時には3万人程度だった人口は、首都として成長するのに伴い増え続け、2011年の国勢調査時点では130万2910人にまで増加している。干ばつにより、農業では立ち行かなくなった農民が食を求めて首都に流入し、 人口増加に拍車をかけている。ニジェールの出生率が世界一であることから、首都への人口集中が予測され、2050年に679万人、2075年に2037万人、2100年の人口予測では5615万人を数える、世界7番目の超巨大都市となる予測が出ている。ジェルマなど、住民の大半はイスラームを信仰しているが、 キリスト教ローマカトリック教会の司教座も置かれている。ニアメの大モスク市内には、国家のエリート養成学校である、国立養成学院のほか、国内最大の大学である、アブドゥムムニ大学、ニジェール国立美術館、ニジェール最大のモスクや、スタジアムなどがある。市の南東部には、ティオリアマニ国際空港があり、西アフリカ諸国やフランスなどと結ばれている。ありがとうございます。